1854年の地図、中央上部の三角形に近い一帯が吉田神殿である。吉田神殿は現在の神奈川県横浜市中区及び南区にまたがる地域で開墾された神殿。江戸時代前期に吉田官兵衛によって開墾された。近代横浜の数曜部である関内地区の外側の南西側に伸びる低地の市街地の多くは、 この吉田神殿の開発により陸化された土地であり、横浜発展の基礎を築いた新田である。大岡川と中村川と新横浜通りに囲まれた地域で、現在はその周辺部も含めて、館外地区と呼ばれている。この地域は、北側に野毛山、南側に山手の標高40メートルから50メートル程度の鉱石台地に挟まれた宿状の地形であり、広さは、 約35万坪になる、縄文改新によって溺れ谷となった入り江となっていた。この入り江そのものは、大岡川による、その後の堆積によっても埋まらないままであったが、湾口に、さすが伸びて、村落が形成されていた。この入り江の沿岸では、横浜村や、野毛村などの村民が、少ない田畑を工作したり、入り江に沿田を開いて生活していた。 この入り海が埋め立てに適していることに目をつけた江戸の材木将である吉田勘兵衛は明暦2年に江戸幕府から埋め立て、神殿開発の許可を得た。村民は広い電磁を求めて賛同し、技術面では黒田助兵衛が請け負い、開発が始まった。明暦2年7月17日に加えレシキが行われ、工事が開始された。 海水の流入を防ぐ塩状包みを築くことから始められた。土は天神山と中村大丸山を崩した。包みは横浜村のサスよりやや内陸側の現在の館内駅付近に築かれたと考えられている。ところが、翌明暦3年5月10日から11日間に渡って梅雨の影響で海が荒れ、築いた塩状包みが崩壊して埋め立てた土が、 流されてしまった。村民らは食い止める努力をしたものの、すべての作業が水の泡となってしまった。吉田官兵衛は波で崩壊しない丈夫な石の包みが必要だと考え、再び計画を練った。村民は再度の埋め立てに猛反対するが、吉田の説得により再び賛同した。二回目の埋め立ては砂村新左衛門が技術面で受け負った。幕府の許可を受け、 万治2年2月11日に工事を開始した。牛尾女包みの石垣は安房と伊豆から運ばれ、土は天神山、中村大丸山、横浜村の杉島から削った。村民は完成前から日田で工作を開始した。漢文7年に完成し、神殿は野毛神殿と名付けた吉田は、日田開発の成功は村民の努力に加えて、 神仏の加護があったからとして、地域の氏神として、日枝神社を誕生し、地域を守護する寺院として、上記吉寺を建立した。吉田勘兵衛はこの地に家を建て住み、彼の子孫11代まで住み続けることとなる。神殿開発成功を知った四大将軍、徳川家綱は、勘分9年に功績を称えに行った名を、吉田神殿と改称し、吉田に名字立脇を許した。 遠方2年に公式の検知が行われ、新田村となった、長者郷のたもとの第1吉田ビル。吉田家の邸宅跡で、吉田官兵衛の子孫が経営する、吉田興産の所有である。吉田神殿の区割りは南北に、浜手から数えて7つ目まであったが、このうち1870年には、町屋の整った地域に長者町、福富町の2町が起立。 1> 南一つ目にあった、湧水池も1873年に埋め立てられ、ことぶき町ほかな中町が起立。その他の高地も同時期に埋め立てられ、1874年までには、伊勢崎町ほか数町が起立し、市街地化が顕著となる。1878年7月、市街地化した南三つ目、北四つ目までが横浜区に編入され、1880年南三。 つめに、高島町遊郭が移転し、後の栄進観落街が形成され繁盛するようになる。また、残部地区は、倉木郡吉田神殿から1889年4月1日、倉木郡土太村大技吉田神殿となり、1895年7月1日調整施行により、倉木郡土太町大技吉田神殿に、1901年4月1日、横浜市に編入され、 大座吉田神殿の地に南吉田町を起立。全域が市街地となる。1927年10月1日、吉田神殿の全域が中区に編入される。翌1928年9月1日町会町名、地盤整理事業が実施され、南吉田町から数町が分立して、ほぼ現在の町割となる。1944年12月1日、 ことぶき警察署管内の地区が南区に分割編入されて現在に至る。ありがとうございます。